はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、契約不適合責任の追加請求権、民法562条について解説いたします。で、まず条文の内容、どういった内容かというと、引き渡された目的物の種類だったりとか品質だったり数量について、契約の内容に適合しないものである場合、買い主は売り主に対して目的物の収保、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しといった履行の追加を請求することができる、まあ、このように規定されているんですね。で、これ例えばなんですけれども、売買契約をしました。で、売買契約をして売り主が買い主に対して、まあ、買ってもらったものを引き渡すわけですね。で、その引き渡したものの種類だったりとか品質とか数量が契約内容と違うよ、そういった場合に、ここに書いてある1番2番3番のような請求をすることができるよっていう話なんですね。で、まずちょっと種類からいきましょうか。種類って、例えばアサヒビールを引き渡さないといけないにもかかわらず、間違って札幌ビールを引き渡してしまった、そういった場合、これ種類が違いますよね。引き渡された種類、これが契約内容に適合しないものだということです。次に、品質っていうのは、アサヒビールを引き渡したけれども賞味期限切れているとか、まあ、そういった場合ですね。で、数量っていうのは、アサヒビール10本引き渡すって約束したけれども8本しか引き渡していない、そういった場合、数量について契約不適合があったと、まあ、いうことになりますね。で、そういった場合、買い主は売り主に対して、まあ、目的物の収保直してくださいよとか、代替物の引き渡し、代わりのものを引き渡してくださいよとか、不足分を引き渡してくださいよって請求することができると、まあ、いうことです。まあ、今の事例だと、アサヒビール、まあ、賞味期限切れているっていうものに対して収保請求、まあ、これはね、考えにくいですよね。まあ、この場合だと、まあ、代替物の引き渡しですね、賞味期限が切れていないものを引き渡してくださいってなると思います。なので、まあ、目的物の収保って、例えば時計の売買契約をしたと、で、まあ、壊れていない時計を引き渡す、まあ、こういった約束をしたとにもかかわらず買ったものが壊れていたというのであれば、その場合は収保、これ直すっていう意味ですね、時計を直してくださいって請求することができると、まあ、いう話になります。で、履行の追加請求っていうのは、この追加のついて追うですよね、追って、まあ、後でって意味ですね。で、鑑定完了の鑑ですよね、後でちゃんと履行を完成してくださいと、ちゃんとしたものを引き渡してくださいというような、まあ、請求なんですよ。だから、目的物ちゃんと直してください、ちゃんとしたものを引き渡してくださいってことですよね。あと、代わりのもの、何かものが壊れていた、だから代わりのものを引き渡してくださいとか、あと不足分、10個頼んだにもかかわらず8個しか引き渡してもらってないっていうのであれば、ちゃんと完璧に履行してほしいですよね。だから残りの2つもちゃんとくださいねって請求することができるという意味で、履行の追加請求、まあ、追加請求権ですね、まあ、こういったものがあります。種類は3つですね。目的物の収保請求、代替物の引き渡し請求、不足分の引き渡し請求、まあ、3つの種類があります。じゃあ、この選択権って誰があるのっていうと、はじめは買い主が選ぶことできるんですね。第一次的には買い主がこれ選択権あります。どれにするか選ぶことができるのはまずは買い主、ただし売り主が選択できる場合もあるんですね。まずは買い主に選択してもらって、で、ちょっと売り主としては、いやー、それちょっと厳しいなって言った場合、売り主も選ぶことができます。どういった場合に選ぶことができるかっていうと、買い主に不相当な負担がない場合、売り主が選んでいいですよっていう話なんですね。例えば時計を売った、その売った時計が壊れていたということで、これ直してくださいって修補請求来ました。でも売り主としては、それ修理するならもう新しいもの、壊れていない新しいものを引き渡した方が楽な場合ってありますよね。もう声優につき機会で、もうこの直すのってもうなかなか難しいと、メーカーに頼まないといけないし、で、そうなってきたらもう新しいものを引き渡しますよって、こっちの方が売り主としては楽なんですよね。で、この場合、買い主に不相当な負担ってないわけですよね。だから、そういった場合は売り主が選んでいいですよっていう話です。で、続いて、この買い主が履行の追加請求ができない場合もあるんですよ。
それはどういった場合かっていうと、契約不適合が飼い主の責めに帰すべき事由による場合、飼い主の責めに帰すべき事由によるっていうのは、飼い主が原因で契約不適合になっちゃったといった場合です。この場合、この不適合の原因は飼い主にあるわけだから、飼い主は売り主に対してこの履行の追加請求をすることはできませんよっていう話です。飼い主が悪いわけだから、それを売り主に押し付けるってこれできませんよねっていうことで、飼い主の責めに帰すべき事由で契約不適合になったというのであれば、飼い主は売り主に対して履行の追加請求することはできませんよと、まあ、言った内容です。これ求めるがすいません、抜けてました。まあ、以上のような内容です。まあ、内容的にはそれほど難しくないと思います。ある程度具体例考えていただけたら、まあ、当然なのかなと思っていただけると思いますんで、3つですね、大きく分けて3つ、ここをしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。